トラベラーチャンネル。こんにちは、JST ハワイ担当の杉浦です。本日はハワイのホテルの選び方ということで、ハワイ旅行のホテルを選ぶ際のポイントを旅行会社の視点でご紹介したいと思います。では早速ですが、まず一つ目のポイントは立地です。皆さんもちろん立地がいいホテルを選びたいと思うんですが、どこがいい立地になるのかはハワイでの過ごし方によって変わってきます。また料金も立地によってだいぶ変わってくるので、ポイントとコツをご紹介します。まず一つ目が海沿いのホテルです。一般的に高立地と言われていて、やはりハワイといえば海、海沿いのホテルを選びたいという方も多いかと思います。海沿いにあるホテルの特徴としては、もちろんすごく立地がいいので料金も高めに設定してあります。またハワイのホテルの中でもすごく歴史が古いホテルが多く、一番古いホテルは100年以上の歴史を持っています。そのため建物全体やホテルのお部屋など古くからのハワイの伝統を感じられるホテルも多くあります。ホテルの料金が高い分、ホテル内でのアクティビティが無料でついていたりとか、サービスもすごく充実しているので、ホテルでゆっくりしたいという方におすすめです。次にカラカウア通り沿いのホテルです。カラカウア通りとはオアフ島のメインのショッピングストリートになります。大きなショッピングセンターなどはこのカラカウア通り沿いに集中しているので、ショッピングを楽しみたい方におすすめです。次にこのクヒオ通り沿いですね。こちらは少し海から離れているので料金が安くなっていますが、離れているといっても海まではだいたい約500メートルほど、歩いて5分とかの距離なので、海ももちろん楽しめます。またこのクヒオ通りにはバス停がたくさんあるので、バスで遠出したい方やショッピングに出かける方、ハワイで過ごすには送迎付きの観光などもたくさんあるので、たくさん観光したいという方はクヒオ通り沿いのホテルで料金を少し抑えて現地で使うお金に回すというのもおすすめです。また JST の所有しているコンドミニアムワイキキサンセットもこのクヒオ通り沿いにあります。次のポイントはホテルタイプです。海沿いには大型ホテルが多く、こういったホテルは日本語のサポートデスクなどがあることも多いです。またオアフ島にはそれ以外にもデザイナーズホテルというのがたくさんあります。こちらはお部屋を楽しみたいという方にとてもおすすめです。とても可愛いお部屋がたくさんあるので、こちらもチェックしてみてください。最後におすすめしたいのが、先ほども少しお話ししたコンドミニアムタイプのホテルです。コンドミニアムとはキッチン付きのお部屋になるので、他のホテルよりお部屋が広く設定されていて、暮らすように過ごす滞在をしたい方におすすめです。スーパーでフルーツを買ってきて、それを切って食べたりだとか、ご飯をテイクアウトしてお部屋で食べたり、そんな過ごし方も可能です。3つ目のポイントはホテルからの眺めになります。ハワイのホテルを調べていると、同じホテルなのに料金が全然違うといったことや、お部屋のタイプがいろいろあってわからないという方も多いのではないでしょうか。ワイキキのホテルの基本的なカテゴリーとして、海側、山側、それ以外というふうに分かれています。もちろんオーシャンビューはその通り海が見えるお部屋、マウンテンビューは海とは反対側、山側のお部屋になるんですが、実は山側のお部屋がとてもおすすめなんです。皆さん海の見えるお部屋に泊まりたいという方が多いので、料金も
側のお部屋の方が高く設定されていますが、実はワイキキの山側の夜景はとっても綺麗なんです。なのであまり日中はお部屋にいないとか海は行くだけで十分という方には山側のお部屋がおすすめです。またそれ以外にもシティビューやガーデンビューといったお部屋がありますが、こういったお部屋は基本的に夜景や海もどちらも確約されないお部屋のタイプとなります。最後に私のおすすめのホテルの選び方をご紹介します。せっかくハワイに行くのでいいホテルに泊まりたい、でも料金も抑えたいという方や、いろんなホテルに泊まりたいという方におすすめなのが分泊といって、1回の滞在で2つ以上のホテルを楽しむ滞在方法になります。例えば4泊6日で行く旅行を2泊コンドミニアムに滞在して、後から海沿いのホテルへ2泊移動するというといった滞在方法だとどちらも楽しめるので、ぜひまたハワイに行く際にはご相談ください。1、ホテルのタイプ、ホテルからの眺めという3つのポイントをお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。またハワイに行く際にぜひ参考にしてみてください。ということで、今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。マハロー。